ウーバーイーツの日本代表をしております武藤と申します。ウーバーイーツのビジネスは出前ができるアプリだと思っていただけると分かりやすいかと思います。配達パートナーという独立した存在の人たちがおりますので、普通のレストラン様が新たに出前を始めていただける、でそれによってありとあらゆるお食事を選んでいただけるというのが大きな売りになっています。このウーバーイーツのビジネスは世界中でかなり伸びているんですが、日本がグローバルの中でも主要の5カ国のうちの1つというふうに位置づけられています。でその期待の高い日本マーケットでのウーバーイーツをより大きく伸ばしていくというのが、日本代表としての私の役目になります。どのグローバル企業で働くときにも同じかと思うんですが、きちんと説明をするっていうことが必要かなというふうに思っています。最初すごくダイバースすぎる環境に入ったときに、なぜアジアのマネジメントなのにアジアじゃない人たちが多いんだろうっていうところで、これで本当に地域のことが分かるのかっていうふうに思ったんですが、逆に裏返してみると分かりきってるっていう前提がない状況でのディスカッションのスタートになるので、説明の仕方もよりクリアになって、よりオープンに物事を受け入れて、もう本当にピュアにディスカッションが進められるという経験があったので、いかに日本人ばかりだった環境の時に逆にサボっていたのかっていうことを気づくきっかけにもなりましたし、きちんと説明するっていうことが、こう議論を進めていく土台になるんだなというのはすごく思いました。第一志望が違うところで理系だったんですけれども、別に物理学者になりたいわけでもないしっていうのを考えた時に、 ICU だったらいろんなものの可能性を残せるというか、いろんなものを学べるので、今まで覚えるのが嫌で敬遠していた文化系のものでも学んでみるっていうのも面白いのかもしれない。しかも英語が大嫌いだから、そういう、逆に英語が強いって言われてる学校に行くのは面白いのかもしれないっていうので興味を持ちました。ICU に入るということを決めて、英語がせっかく大嫌いなんだったら、留学をしようということで留学をして、でそれがきっかけとなってどんどんこう英語力を上げる機会にもつながっていったかなと思うので、そういう意味ではまずは英語っていうところはすごく大きくあります。その留学っていうところを通じて、他の文化に触れるだとか、それが日本生まれ日本育ち日本教育という中で来て、あれが初めての経験だったので、それがもしも、本当にどっぷり日本という形で大学に行ってたとしたら、多分今とはまた違う道に行ってたのかなとは思います。でそれ以外のところで大きいところとしては、物事の考え方だとか、プレゼンテーションだとか、そのあたりを学んだというふうに思ってるんですね。やっぱり興味を持ったことを何でも学べるっていうのは、ジェネラルマネジメントをやってる身としては素地になってるかなと思います。自分でこれって本当にこれがいいんだっけっていうことを考えて、でそれがもしかしたら違うかもって思った時に、それでいっかって思うのではなくって、そこからアクションを取る人ってすごい限られていると思うので、それに対して自分でアクションを取ってっていうことを自らこうできる人っていうのがすごく重要かなと思います。新卒の人たちに接した時っていうのがすごく感じたのが、まだ起きてないことに対してこう悩んでる人たちがすごくいっぱいいたんですね。でまだ例えば彼氏彼女もいない状況なんだけれども、子供を持った時にどういうふうに仕事ってやってったらいいんですかとかっていうこととかを、新卒で入社した時点から悩み始めてる人とかっていうのが結構いたんですよ。そうではなくて、今できること今やることっていうのを思いっきり楽しんで、思いっきりやったことによって何かがついてくるっていうことはあるので、考えすぎずに今あるものをちゃんと今楽しむっていうことはやってほしいなと思います。